3サ,サイズ上に描かれた、ちんちんは、中国の古文献に記述が現れている猛毒を持った、鳥。大きさは、和紙ぐらいで、緑色の羽毛、そして銅に似た色のくちばしを持ち、毒蛇を常食としているためその体内に猛毒を持っており、高地の上を飛べば作物は全て故死してしまうとされる。石の下に隠れた蛇を取るのに、糞をかけると、石が砕けたという記述もある。 3サ,サイズへの記述では、四国色で赤いくちばし、黒い目、慶長7.8寸とある。半彦や四季など、紀元前の古文献では、この鳥の羽毛から取った毒は、沈毒と呼ばれ、古来より、しばしば暗殺に使われた。沈毒は、無味無臭なおかつ水溶性であり、沈の羽毛を一枚浸して作った毒種で、気づかれることなく、相手を毒殺できたという。 春秋時代、牢の将校の後継ぎ争いで将校の末帝の末勇は兄の祝賀に陳酒を飲ませて殺した。また、旗の始皇帝による中殺を恐れた両不吹は陳酒を仰いで自殺した両不吹伝など古い文献に陳による毒殺の例は数多い。紀元前の文献では陳の生息したとされる地域は概ね江南であり、新代、陳を 長考異北に持ち込んではならないとする禁令があった。南朝層では、取り締まりが厳しくなり、皇帝学女のため演奏した山ごと燃やせと命令を出したとか、雛音に連れてきただけの男を雛と共に処刑させたといった記述がある。南北朝時代を最後に文献上の記録が絶えることとなるが、その頃の記録は文献ごとにバラバラで統一性がなく、 すでに伝説上の存在になっていた様子が伺える。当代になると、当時の政府も存在を認めず、659年刊行の医薬書、新州本草では、損比不詳とされてしまった。また、鳥類学上、鳥に有毒種は全くないとされていた。それゆえにいつか伝説化され、竜や鳳凰などと同様の単なる空想上の動物と考えられるようになった。 だが1992年になってニューギニアに生息し、原住民の漁師たちが昔から食べられない鳥として嫌っていたピトフウイという鳥が羽毛に毒を有していることがわかり、かつてチンが実在していた可能性が現実味を帯びることとなってきた。ピトフウイ以外にも2000年に発見されたズワオチメドリを皮切りに複数の毒鳥類が新たに発見されており、これら発見された。 毒鳥類の姿形と三海峡等の古文献にある陳の図はまるで似ていないものの当時の中国に未知の毒鳥類が生息していた可能性は否定できない。陳毒の毒消しには三角が有効という名神がいつの頃からか信じられ、毒書による暗殺を恐れた中国歴代の皇帝や皇位の貴族たちは三角でできた坂を競って求めた。 この細核の毒消し効果に関する迷信は、チンが記録から消え去った後は、あらゆる毒の毒消しに有効であるとか、劇的な勢力剤であるという形に消化され、現在に至っている。ゆえに、今日でも、世界各地の漢方薬局では、細核が非常な効果で取引されており、その影響で、アジアやアフリカの際は、絶滅が危惧されるまでにその個体数を減らした。現在、 サイは、全種が絶滅の恐れのある、野生動植物の種の国際取引に関する条約や、生息する地域に位置する国家から厳重に保護されて、いるにもかかわらず、常に高価な角を狙う密猟者の手による、射殺の危機にさらされている。さらにこのサイ核にまつわる迷信は後に西洋に、伝わり、ユニコーンの角は水を清めるという別の迷信を生んだ。ありがとうございます。